政府が、韓国をホワイト国から除外するための輸出貿易管理令の改定案を2日午前にも閣議決定する見通しだ。これを前に韓国メディアは2日朝、日韓関係、運命の日と大踊り時的に報じている。韓国メディアは、去る1965年、 国交正常化以降から続いてきた日韓関係協力パートナーシップと北東アジア安保協力の根幹を大きく揺るがすだけでなく、日韓関係が歴代最悪レベルに落ちるだろうと予想している。